パラグアイには勝てると思いましたね。うん、確かにディフェンスとか硬い部分もあったんだけど、決して強くはなかった、はい、あの16強ってベスト16の中で一番弱い同士の2つだったから、はいはい、こんなこと言わないでほしいんだけど、いやラッキーと言ってるやつそうかもしれないですね。一番弱い同士勝てるっていうところだった、だからあえてズル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 いっちゃったんだけど、これでスペインと上がったらこれはもうカパンとやられちゃいますよ、パツンって終わってたら、うんうん、だからそうじゃない相手だったんで、はいはい、十分に勝機はあった試合だと思いますね、はいはい、もう非常に焦ってましたね相手の方も。そうですよ、あれだけそのしっかりこうディフェンスされて、そう向こうも崩せなかったから、はい、だから本当にね苦しんでましたよ、はい、だからこそ日本の選手たちはいやこれ絶対チャンス来ると思ったんですもん。あ、それも見えてるような気がしてましたね、うんうん、延長だから120分っていうのはちょっと本当に想像絶する時間の長さですよね、はい、それ普通は90分で終わるところ120分しかも PK まで、はい、これはもう本当にあの次につながるぞと、しかも勝ったらよかったんでしょうけど負けの結果でも、負けてもですねそのどうしようもない負け方じゃないんで、そうでしたね、まあ、逆に悔しかったと思うね、はい、と PK 抜きにして、はい、あの110分がどうして我々は点を決めなかったのかなっていう、そういうね、うん、後悔っていうか、はい、あったと思いますね、はい、それだけやれたという意味なんだけどね、はい、なんかサポーターとしてはもう同じ同士になってましたからなんかすごいこうどんよりとした朝を迎えましたね、どんよりとしてこう なんだろうこのまあその教訓だったと思うんですよ、うん、あの仮説として、まあ本当によく戦ったし、はい、あそこまでやってくれたけど、はい、なんかできなかったかなっていう感じでしょ、はい、思いました、もうちょっとなんかできたかなっていう、はい、うん、そしたら勝ったかなっていう、はい、なんかそういうふうな、はい、うん、ものがねあったからや、確かによくやったと言いつつも、はい、うん、惜しいチャンス逃しちゃったなっていう、そうですね、うん、そういう気持ちもありましたね、はい、うん、まあ、今回その日本代表として選ばれたと、まあ、選ばれなかった方々もそのまた明日に向かってという形で、まあ、どういう結果にしても日本代表が行ってあれだけのことをやってくれたと触発されたと思うんですけれども、その戦いをやってる時に私すごい思ったんですが、あの冷めてるなと思ったんですね、顔が、あの侍というふうに言いましたけど、肩やその動じない時って人間って冷めるのかなと思ったんですよ。冷めるっていうのは、うん、もうなんて言うんだろうな、戦っているそれが頂点を極めていて、そのいろんなことに動じない、あ、だからすごくあの自分に向き合ってるっていうか、それが感じられたんですけども、多分それはヨーロッパの選手でもみんなあのちょっとこうそういう匂いをするんですよ、うん、冷めてるというか、どっちかというとこの舞い上がってないっていうか、うん、そういう意味なんですけど、ね、はい、奥田さんがその25歳の時にそのドイツに行かれた時に多分冷めてたんじゃないかなと思うんですけど、うん、あ、そういう言い方ね、はい、うん、冷めて、確かにみんなは何こうなんつうのこう浮き足立ってるっていうか、海外に行くと特にないですもん、やっぱ自分たちのリズムってもあって、それをもう常にそれを彼らはやってるっていうか普通に、うん、それなんでしょうね、うん、今クリアになりましたよ、自分たちのリズムを自分で持ってるから、うん、冷めて見えるんですね、 それあるから動揺しないんですよ、あ、少しがあっても、うん、だと思うんですよ、はい、それはもしかしたら自分に対して自信なんですよ、それですよね、うん、それですよね、なんかその日本ってとてもいい国だし素晴らしい国だし伝統も素晴らしいものがたくさんあるんだけど、ちょっと浮き足立ってるところが最近あるのかなと、人に左右されやすいんですよ、あ、そっか、うん、よく言うじゃん、隣の芝がね青いとか、はいはいはい、周りばっかり気にしてるから、だからそうなっちゃうね、でも他のドイツの人は周り気にしないから俺だからだからと思う、で本当に我々日本人の気質っていうのは常に周りを気にしながらこう自分の行動をしたりするんですよ、そうですよね、うん、その辺というのはその向こうに行かれた時にはもうすでにも のある意味その自信を持って冷めてらっしゃったのかもしれないけど、やっぱりそこも感じられました、やはりっていうか向こうに行っ
った時にはもうそうしなければダメだと言われました。監督にお前のプレーをしろと、周りを気にするなと、じゃないとここじゃやっていけないよって、だから確かに人に気を使うこともいいけど、まず基本はお前が何をしたいか、何をするんだというようなことをやれと、でお前の持ってる良さをどんどん出していけというふうなことは言われましたね。遠慮してポッポッポッパスするんじゃないと、言われたからパスするんじゃないと、ね、もうチャンスたれば行って構わないから、シュートしてもいいし、選択してもいいし、苦しい時はパスしていいという、まあ、そういうことを言われたんでね。すごいな、なんかその今でも通じますしね、やっぱりそのどのスポーツでも、この間はそのバレーボールの選手とお話ししました、どのスポーツでもやっぱり自分にこう自信、すなわち自立をしているっていう状態が、やはりそれがこう一つ一つ の, こうあの粒になってチームになった時にすごい強さを発揮するっていう、そんなイメージを持ったんですけれども、助け合いって必要なんですよ。やっぱり相手が苦しい時は助けなきゃいけないし、相手が、まあ、相手で味方がね、まあ不得意な状況になった時には助けなきゃいけないんだけど、だけどやっぱりいい形、その味方の選手のこれはあいつなら十分大丈夫だなって思った時っていうのは真っ赤にしちゃっていいと思うんですよ、信じてね、でそれをやはりこう出し合うことがそのチームにとって大きなプラスになるんですよね、だからやっぱりいいものを引き出し合うっていうのがチームなんですよ、いいものを引き出した、だからあのお互いの欠点をうまくサポートし合っていいものを出させてあげるっていうのがチームの周りの選手なんですよ、みんなそうなんですよ、あいつの差をどうしたら出せるか、こいつはどうしたらいいか、でもこうなったらあいつ弱いからサポートしてやればいいとかね、だからそれがすごくいいことだし、